恥ずかしいわいつまでこんなオープニングをやらせる気、次からは絶対しないからね。ここで引退宣言をしたいと思います。ということで、どうもピオキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースト、イエーオールドメタ3カッコトロールということで、超古い3ということでしょうか。まあ知ってる方は知ってると思うんだけど、このイエーオールドメタっていうこれさっきのオープニングよりまだ残ってるちょっと落ち着くまで待って。で、このイエオルドメタっていうトロールコース、この制作者さんシリーズ化してるっぽいんだよね。1と2は以前ちょっとどの動画か忘れたんだけどやったことがあって、今回は3このコースをやっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.8%。 で、前回の動画ですわ、ピオキングさんの壊れのその先が見たいですっていうコメントがあったんだけど、壊れたその先は多分もう虚無だよ、虚無。え、スター、いやちょっと待ってくれって、オープニングでもスター掴んだばっかじゃねえか。え、これ下降りてっていいのかな開幕こんにちは。今日のオープニングと被ってんだよ、このパターンは。くっそもったいね、あそこまでせっかく頑張って考えて作ったのにさ。じゃあここはブラパを抜けていけっていう感じで、あだー。じゃあ隠しブロックを叩かないように左の方からジャンプしていこうか。そしてこの四角の枠は何なんだ。シュタン、シュタン、どうやって行くのここ。チュタが出てきてくれんのねいやマジで本当いい加減でしたよスター。何回やられてんのスターだけにさ。でもそんなやられてる僕もスターみたいに輝いてる黙れ。じゃあここは一番右に行ったら何もしないでいいってことでしょう。いや本当にうまいと思った。これスターの音でさ、チュタが出てくる音をかき消してるんだよね。じゃあ上に行くけど何も来るな。上から魚が降ってくるとかそういうことはないよ。何も来るな。どこだ、どこで出てくる。お前がいることは分かってんだいやもう一回出てくると思ったのに、もう一回出てくることを期待したよ僕じゃあここは左に行ったシーンがすぐこのハテナブロックを叩いてキノコを取っていく右にキノコが出てきた場合、石が何狂ってんの。こんなに狂うのは僕の仕事なんだって。いやもう右行ったり左行ったりして降りてこいよ右の。いやこれさ、鉄球が入ってるとかワンチャンキノコ様ドクルマン。一番右だ、この場所に置いておいて土管から出てくるキノコを待っておく。さあ行きますかマリー。キノコを食べて大きくなったね。そしてこのブロックを壊していく。右のデガキノコを取るっていう感じかな。いや一旦このまま、あー隠しブロックっていうパターンか。左左頼む、開いててデガキノコ様ドクルマン。まずキノコを待つ、そして次はデカキノコを待つ。さあこのデカキノコになったところで僕の声もデブってるでしょ。このマリオの声をイメージして作られたもんだね、この声は。だから僕はマリオの声優に等しいんじゃないかなとそう思っております。さあ行きましょう。バブルよ邪魔するな、チビになっていけっていうことか。あえてチビになっていこうじゃないか僕は。この先の車、まあ僕はマリオのサイズによっていろんな声を出すことができます。まあチビマリオだったらこんな感じだね。普通のマリオだったらこんな感じだね。そしてデカキノコはこんな感じだ。さあ行くぞ、すぐドアに入る、そういうことだと思います。さあドアに入っていく、バブルが出る前に。そしてこの上に行けばいい。なんだあのバブルは、フラワーか。このフラワーで対抗しろと。燃えろ。そういやさ、もう2月じゃん、聞いてくれないかな。3月か4月ぐらいに僕オフ会するって言ってたと思うんだけど、めちゃめちゃ緊張してきたね、みんなと会うのが。いやピオキングってこんなやつだったんだ、やっぱ噂通りの変なやつだったなって思わないかなと思ってまあ十分変なやつなんですけど。さあクラウン久しぶりだね、ジャッカマン。そしてクラウンがいい、なんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃらエクスプローション。そしてこのまま右に進めませんね何を出してくるあなたは。何も出してこれないのね、ここにバーグあるから。ならどけよこの置物が。いや割とガチで緊張してるんだよ。そして心配もしてるね、ちゃんと仲良くできるかなとか、変なこと僕言わないかなとかさやっぱりさ、多くなってきたら緊張するからさ、人数制限かけようかな、2人みたいなそれ友達とカラオケに行くレベルの人数それだったら僕あんま緊張しないかもしんない。そしてここキノコ持ってくんなって書いてるな。
いやでもこれいけないから頑張ってさ、こっから斜めにやっぱ入ってしまうよな。なんだここは死体級か。死体級だったら僕は嬉しいよ。え、全然余裕なんだけどこんな死体級。え、なんだよもうこんなのぬるいんじゃないか。このバネが邪魔してるって感じでしょ。こんくらい全然僕見極めて毒沼に入ってみせるさ。見ててみんな、ここここここかこれ難しい。やったー、死体級ベジを食べるな。そういや11万人に達成することができました。チャンネル登録者数ありがとうございますお前に言ったんじゃないからな、キノコありがとうございますって。なんだよまたこんなとこにキノコ持ってくるとかさ。いやまた死体級しなくちゃいけないの。いやでも僕はこの死体級めちゃめちゃ早いよ。さっきのでも見極めたもんね。見ててみんな、次をさ一発でクリアしてみせるから。ここだドカンから出たらすぐ右、ドカンから出たらすぐ右、そしてこの記録をかわしていく。そしてここは右入力のまま、この左下すごく怪しくない？この砲台の下何かあるんじゃないのか。あっつ、このキノコ取らなきゃいけないのかな。いやどうなんだろう。でもさ右にフラワーがあるじゃん、だから取らなくても大丈夫だと。このキノコを取らなきゃいけなかったのか。めちゃめちゃ唐揚げが食べたく、どこ行ってんだ。危ない危ない、唐揚げの話が続くところだった。じゃあここで記録を取って上のフラワーを取れるっていうことか。やっとこの先進めるよ。ここだけでどんだけ引っかかってんの。約3回だ。いや2回か。そんなことはどうでもいい。成敗されてないでござるよ。僕はフラワーをちゃんと持ってきてるからね。そしてここ、いやなんかキノコ様を襲ってきてる。これ僕が買わせないと思っているのか。ここは溶かしすぎないようにしよう。トリプル花をワン、ツー、スリーと倒して、これ以上ファイアーボールを出さないようにする。そして上行くじゃん。絶対にドッシュが出てくると思うよ。だからちょっと様子見ようか。ジャンプジャンプジャンプだ。何か出てきたな。ほらね武器物、あなたが出てきてくれないとこの際に進めないよじゃあここはジャンプしてすぐ溶かすんですわ。そしてこの鉄器を避ける。さあ行きましょう。何、あなたはさっきからさ、バブル4ファイヤー失ったじゃないの。あなたのファイヤーで私を燃えさせて、そしてファイヤーにさせてよキモすぎやろ俺の実況はしかも、いややっぱファイヤーないといけないのか。え、これ、やっぱこういうパターンで、これ一番きついやつなんだって。これ下、しかもさ、氷じゃんもうやめなって、まだ頼むって、さっきのさ、さっきの恨みですか、それは。一回ラタラしてよケッチー、もう、怒るよ。それ以上僕跳ね返したら怒るよ。よし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 、あと一回、あと一回でいいんだ、バーレン頼む、ここ。いや、今絶対当たってもよかった。もう俺に盾つくんじゃねえぞ、バーレン。ジャンプ、そして溶かす、で鉄球避けるでしょ。で一旦左に逃げておこうか。でこのバブルが下に行った時に土管に入る。バッチグーキャラのピアキングもうだった方がいいよね絶対に僕。じゃあこのまま右に行けばいいのね。なんで行かせてくんないの。ここ溶かさなきゃいけないんでしょ。墓に帰ってる。しかしこの下の砲台よく避けれたよね。じゃあここは溶かしてすぐ右にダッシュしていく。それでいいんじゃないかな。オッケーオッケー。そしてここはP スイッチが鳴ってるけど、あ、この場所に寄っておけばいいのかな。あ、多分上の砲台が P スイッチ出してきてたんだって。あんたんで、でここで中間ポイントか。頼む、取らしてくんないよねこっちは死体級か。いや死体級ではないね。こっからは続きっていう感じか。ヒット、ファイアーボールフラワー、どういうことだろうね。一旦下降りてみていい？ダブルダブル。ここ降りるじゃん、速攻左を進化しようか。それで多分中間ポイントが取れるんじゃないのかな。はぁーひーまあ中間取ってるからね、全然いいよあーじゃあなんだよ常に右を進化、右を進化、そして土管に入っていく。土管じゃないドアね。そしてここの、あ、さっきとちょっと状況が違うね。このボム変数は叩いていいのかな。この状況下からはダメだ。上のこのキノコの足場に乗ってこのボム兵を叩いてすぐ右に逃げようか。そしてあのボム兵が爆発したところを上に行く。オッケー、ちゃんと下まで逃げておこうか。マリー、そうじゃないと君はすぐやられてしまう男なのさ。ここは右下、怪しい。絶対あそこに閉じ込められるよ。バレかなんか来るんだろ。わかってる。だからここで左を失敗。いや右すげー生きてるよくそ、こんなになんで右行きたいんだろう。何が来るんだ、僕を楽しませてくれ。な
なんだよ、うわって。いや、てっきりさ、ここ右なんか面白いことが起きると思うじゃん。なんだよ、バブルだけってさ、期待させやがって。そしてここはなんか変えてるっぽいね。いや、なんで変えて、あいや、めちゃめちゃビビった。え、今何が起きたの？え、バブル、砲台のバブルのストリートファイター。え、この土管で合ってんのかな。で、上のブロックがあったじゃん、これ叩いてみる。あ、なんもなんないのか。じゃあ土管戻っていくよ。これで何か変わってるとしか思えない。いや、絶対何か出してくる。危ねえ。この左もすげえ怪しかったんだけどな。じゃあ右行く。今度こそ右だよ。絶対にあのブロックのとこ開くと思う。どうなる、頼む、開いてくれ。オッケーオッケー。そしてこっからのドアに入ればいいのか。左を進歩するよ、僕は。左を進歩だ。いや、絶対に合ってる。くっそ悔しいぜ。なんでこんなにも自分が賢いのか。でもね、僕下行って左だと思うな。ドアか土管か、もう考えてもしょうがない。適当にどっちでもいいから入ってみよう。こんなの分かるわけないやんか。もう2分の1、なんで2分の1淳のドアって書いてるな。これさっきの新体験の場所、王道、やっぱそうじゃねえか。もうこれ3回やるのさ、もうカットするよ。あなた絶対許してなんかやんないからね。うん、意外と簡単にいけちゃった。てへブス。どうも、ブス系 YouTuber ブスキングです。顔はかっこいいとか言ってくれるリスナーさんがいるけど、一度病院に行った方がいいんじゃないんですかね。さかりゃー。ドアに入って出た瞬間すぐジャンプ、それで行ってみよう。ここここここ、コングラチュレーション。左上にジャンプか。ドアから出たら左押しながらジャンプして逃げていく。そしてここはどうすればいいんだい。いや、右行きたくねー、どうしても行きたくねー。え、このツタは何、下行っていいのかな。いや、下行くのすら怖いんだけど。とりあえずこの土管に入ってってみる。この土管なんだろうね。中間ポイントあるな。もうそういうのやめてくれ、頼む。中間戻る前に僕を誰かやってくれ。いやいや、マジで。うわ、てっきりさ、ゴールに続く何かだと思ってるけど、この先がさ、何も変わらないパターン、もしかして。また死体機をしろっていう感じですかね、僕はここで。なあ、何も変わってないの。ここがさ、ゴールまでの道とか、そういうことなんじゃないのかな。頼む、何があって。天国があったね。じゃあ、左下に出てきたツタはなんだ。この先行けんのかな。一旦ツタの場所行ってみる。いや、下行っていいのかな。下何もなかったよね、だって。はい、どうも、こんにちは。ごめんね、さっき言うの忘れてて。じゃあ、ここは右に行くんだけど、バックが出た時にすぐ右に入って、土管に行く。右に入って土管に行くってなんだ。ちょっと日本語おかしかったよ。いや、絶対ここ右下行かない方がいいよ。多分ね、この辺のどっかゴールあるみたいな、僕はそう読んでるよ。だから一旦ジャンプして左に行く。いけないな。スターを取っていいのか。スターを取りたいと思います。いや、合ってる。え、このドアに入ってけってこと。いや、本当に本当にそれでいい。いや、もう待ってて、頼むって。僕はここから降りたくない。ピースイッチなくなんないで。ピえ、どこに行けばよかったの。いや、こっから何か変わってるみたいな、そんなことがあってもいいんじゃないか。次はさ、この右下がゴールみたいな。僕ね、この毒沼があるじゃん、右下にさ、あれがゴールだと読んでるんだよね。結局最後あそこがゴールみたいな。頼む、くっそー、邪魔すんだって。そこにゴールがあると僕は信じたいんだ。頼むって。お前らもういいだろ、僕は何回もやられてんだ。お前らに飛ばすよ。ここカットできないところなんだ、ゴールだったら。ここか。もういい、もう本当にカットする。もう何回も見せちゃうのマジで申し訳ないと思ってる。というとでも思ったけ、人をバカにするのも大会にせんか。じゃあ赤いのかの方に入れってことかな。確かここツタがあったよね。さっきは出てこいやったやんか。スターを取った瞬間すぐ砲台にひっつこうか。多分これで大丈夫なんじゃない。そしてこの上に行けばいいっていうことでしょう。スターの感じ入っていきますか。そろそろゴールあってもいいんじゃない。ジージー、本当にか。絶対ここ大量に魚が降ってくるとかそういうことなんじゃ。あ、いや、なんか危ないよ。次真ん中か。どこに何が来る。何も来るな。よしよしよし。ここ上から入れないよ。絶対ジャンプしない方がいい。こういうところではね、遠くからジャンプした方が土管に入れるんだ。土管じゃないドアね。さあ、もうゴール見えてる。やった。
イエーオールドメタ3。いやすごく本当にこのシリーズ楽しいからぜひおすすめです。めっちゃ難しいけどね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオナンバー198ということで、なんかすごそうなコース見つけたね。サムネを見る感じさ、ドアが目の前にあってレールがね結構設置されてるんだけど、見えるかな、あの ID の裏があるじゃん、大量のバネが設置されてるんだよね。だからバネが邪魔してくるようなコースなのか、レールの上をどんどん登っていけっていうコースなのか、ちょっとまだ分かんないんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.38% で、難易度星4って書いてたけど、クリア率 0.38% は難易度星5だよ。いやそれ以上あってもいいね。まあまず最初見ていこうか。なにこれ、え、なんなのこのコース。全然想定外なんだけど。え、あのバネに乗ってドアに入れっていう感じかな。どこのバネに乗ればいいの。え、無理じゃんこんなの。いやマジでわかんない。あ、なんか今行けそうだったね。なんかゴリ押しで行ける感じかな。たまたまだと思うんだけどな。無理無理、もうこれ絶対無理。これ左上から上がっていけないの。なんか右上さ、ゴールポール触れるじゃん、あそこからいけないか、ちょっと試してみるわ。だから一旦右上乗るでしょ、そしてこっから左にジャンプして、うわ無理か。いや無理っていうか、登ったところであそこにマリーが挟まれまくるだけだよね。ってことは絶対乗る必要があるのか。うわ、どのバネに乗ればいいんだろう。いやマジでわかんねえ。もう適当にやってていけないかな。もう頼むってバネ、もうそんな邪魔しないでバネ。みんなごめん、ガチで無言になるわ。どこのバネに乗るかちょっと見てていいかな。わかるかー。ちょっとスタート連打するわ。めったに僕しないんですけど、ここでスタート連打しながらどこのバネに乗ってドアに入れるか見てってみるね。今一番下のバネがあるじゃん、あれ無理かな。あれいけ、いやいけそうだけどめっちゃギリギリだね。2段目の方がいいかもね、その上にあるバネ。あ、その上にあるバネ端っこだったら乗れるってことか。あとはタイミングを見極めるだけだ。集中しろ。どのタイミングだ、このタイミングだ。わはー、舐めるな。一発マリオ名人を見くびるんじゃないぞ。こんな大量のバネのコース、もうやめたいよ。バレ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 バネーバネー。いや今ふざけてたけどめっちゃいい人なんじゃない。パラパラパンパーンが終わった後に動き出す。うわこれじゃ遅いか。じゃあ次はさ、パラ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 パッパーンで動き出すわ。最後のパーンで動き出すね。パーン、ここ、いやめっちゃいいめっちゃいい。最後のパーンで動き出したらめっちゃふざけてたらたまにはいいこともあるもんだな。ここ、うわ乗れた乗れた、ほらほら、あとはドアに入るだけだね。ちょっと集中します。集中するために僕無言になります。ここで、わーい、あとはドアに入るだけなんだけどな。ドアに入るのもめっちゃ右寄りじゃないといけないよね。うるさい自分の声が、バラバラが聞こえない。ちょっとこれ黙らなきゃクリアできないコースなんじゃないの。だから次だったら僕黙っていいかな。来た来た来た、これはゴールゴールゴール、やったいやこれ本当に難しい。ぜひ皆さんもしない方がいいです。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてミオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。